皆様、こんばんは。今日は2021年8月22日日曜日です。さっきの動画でしたが、浮世絵でしたね。すみませんでした。私も大好きです。やはり浮世絵、今はネットで見ることはできますが、で見て昔の生活の事情、その表現の力はやはり素晴らしいと思いますね。江戸川の時代では、あのような 生活の表現力を持っているっていうのは、あれも芸術ですので、やはりすごいと思います。そこまでの余裕があって、で、ああいうふうに表現されて、今の日常生活、これですよと、あれも当然ですが、たま楽しみ方の一つではあるでしょうが、でも、そういうレベルの、あのようなレベルの楽しみ方、できるっていうのは、やはり豊か。 の社会ではなかったかなというふうに思いますね。これではもうやはり浮世絵を見てやはり豊かでしょうというふうに思います。で今回の動画では共同富裕裕福になりましょうという話題にしたいんですが、これがどうしてでかと言いますと、昔の中国というのは日本の社会を見習って共同富裕族になりましょうとみんなで成長して そういう国に目指してやってみましょうと。その裏にある言葉っていうのは、やはり日本の社会を、今回も言いましたけれども、後で話をしたいんですが、いうふうに言っていましたね。で、これが、うん、途中ではやめました。で、なぜなら、政府にはあまり良くないんですね。まあ、あまり利益ないんですよ。はっきり言えば。で、政府がそういった社会を作っていく。つまり、中流社会。 1>, 1億中流と言いますけれども、これがそうすると、政府には不利というか利益がないんですね。そうすると、アメリカの社会がいいんですね。アメリカの国というのは、やはり上のは上いますので、でそれが国を最終的には、そういうウォルカールイであっても、お金を持っている方は、最終的に政策を作ることができるとなることになっていますので。 アメリカの国を目指すようになったんですよ。これが今の中国ではありますが、これについて話をしたいんですが、でも習近平はこれからやはり元に戻るっていう話ではないんですが、そういったスローガンを出しました。これについて話をしたいと思います。北大河の会議が終わりまして、習近平は会議を開催しました。この会議の中で共同遊 みんなで裕福になりましょうという言葉が出てきました。スローガンでしょうか。会議後、中央メディアが説明されました。内容としては少し説明したいんですが、社会主義の本来に戻る、これは本来の体制でもあります。社会主義の目的というのは、奴隷をなくすこと、資産家をなくすこと、資産家の圧迫された労働者を解放する。 社会の階級をなくす。つまり、お金持ち、あるいは貧困っていうのはいないんですよ。みんな同じですっていうのが社会主義の、まあ、基本なんですが。そして、資産家をなくして、社会の生産力を自由にする。最終的に共同富裕になる。改革開放40年間、中国は奇跡を作りました。 これはおかしいんですけど、中国は私も何回も言いますが、中国はいつも自分の経済の行動成長を、まあ、奇跡だと表現されていますが、別に中国だからあ,あるわけではないんですが、日本も行動成長ありましたし、戦後ボロボロになって、あのような世界でも時代でも 行動成長できた日本が素晴らしいと思います。でも当然ですが、韓国もすごいと思います。もちろんシンガポールもすごいと思います。みんな奇跡です。別に中国が奇跡っていう表現は良くないと私は思います。で行動成長してきました。 でも今になって、その経済の行動成長は終了となりました。これはですね、やはり初めて認めたではないかと思います。行動成長は難しくなってきました。今以上に成長するとなると、今までにない科学技術、外国に制限されている技術を持つようになること、これを突破しないといけない。 でも急にできることではない。科学技術の革新するには長い年月が必要ですと。短い期間では達成できないでしょうと。もうこれはある意味認めていると私は思いますね。中国では階級をなくす。共同冬と聞くと革命を思い出す。みんな情熱を持って革命をする。でも今の時代にはできない。 地主をなくすっていうのは、ルールに従わない企業の運営を取り締まりのこと。個人でも企業でもルールに従わないと政府の鉄拳に叩かれる。きつく叩かれる。政府も力いっぱい入れて鉄拳を振り回る。脱協は絶対にしない。 これはですね、認めます。例えば、この間、学習塾はもうこれで崩壊ですが、まさにこれなんです。妥協は絶対しないんです。特に、違法的な手段で儲かったお金、絶対に吐き出すこと。政府の鉄拳に戦える前に、自分で吐き出した方がいいね、と。どこから採算を取ったか、どこに返すこと。これはですね、すごいと思います。そして、 二、に階級をなくす。二つの階級。上というのは、やはりお金持ち。で、下というのは、お金ない貧乏の方ですが、この階級をなくすというのは、高い利益を稼ぐ、稼ぐ企業。高収入の人間は見直すこと。自分の下流側の企業、つまり下請けの企業ですが、下請けの企業、あるいは個人なら自分の後輩に自分の利益を譲ること。 たくさんの利益を自分の下請け企業に、そして自分の後輩に譲ることで、もっとたくさんの人は良い生活できるようになること。もっとたくさんの人は今の社会体制を考えて幸せだと感じてもらうこと。最後、全社会の方、みんな幸せになる。一部の方はこの政策で、一部の方は利益が減るから、これから積極的に 動かなくなるのではないかと心配される。あるいはもしかして、文化大革命ではないかと。あるいは、大鍋藩と言いますが、これは、ま以前の動画で言ったことはありますが、みんな家で自炊はダメなんですよ。みんな食堂行って、その食堂というのは村とか、その政府が運営しているので、その食堂に行ってご飯を食べること、そしてみんな家に帰る、次の日はみんな、 同時に農業をする。で、昼ごはんもみんな一緒にそこで食べる。食材も食事もメニューもみんな毎日同じです。でも夜になるとお腹が空いて食べるものはないんです。その時代はありました。で、その大鍋飯大鍋飯の時代になるのではないかと心配される。これを心配しないでくださいというふうに説明されました。まずですね、中国には 1回、2回、3回の分配制度がありました。ただし、今の先進国には日本ですが、もう他の国もですが、1回あります。2回あっても3回というのはないんですよ。この3回目の分配制度というのは、共産主義にしかない政策なんです。これが1990年前後ですが、中国が最終的に共同富裕になれるよというふうに言っていました。 やはり当時ですが、改革開放されました。1990年前後になって、かなりの方は、国営企業から辞めて、独立して、商売をして、儲かりました。これで、やはり社会的な制度としては、社会体制というのは、良くないんですね。あってはいけないんですよ。 このような人間というのは犯罪者なんです。そして昔の地主と同じ立場なので、本来は処分すべきなんですよ。でも国はやはりもう認めました。この説明というのはやはりあります。その説明というのは一部の方は先に豊かになってもいいんですよ。でも我々は最終的に裕福に、共同裕福になりますよというふうに言っていました。次ですが、 1> 第1回の分配というのが先進国にもありますが、これは経済学でよく使いますが、市場が決めること、市場の自分で決めること、これは政策負担などは一切ありません。市場の需要と呼吸が自分で調整されているので、例えば人気のある商品というのは、やはりよく売れます。 その商品を製造する企業は儲かります。儲かりましたら人材を集めます。もっと良いものを作る。もっと良いものを開発する。その企業が自分の生産に投資もする。 よく売れたということで儲かる。その効率の良いという意味ではありますが、これは第一回の分配です。つまり誰かがするわけではないんです。市場がやっているわけですので、もう自然にやっていくという意味ですが。でも先進国には日本もありますが、この第二回の分配はあります。アメリカにもありますが、これは政府が参加されます。つまり税金の体制を作る。 収入に応じて税金を決めていく。例えば、遺産税ですが、これも、つまりですね、親が、自分の先祖様がお金持ちであって、自分は努力しないといけませんよと、みんな平等公平ということで、あなたはお金持ち、家がお金持ち、つまりあなたもお金持ちになるとは限りません。あなたも同じく努力しないといけませんよという意味です。 まあ、これが平等公平を維持するっていう体制ではあります。でも、中国には特別な、えー、例えば、供給体制、供給体制がありますので、提供体制と言いますが、これがですね、コメントではありましたが、中国の官僚住んでいる地域っていうのは分かりません。その地域に入ることはできないんですよ。これが単官僚対象にしていますが、官僚の 食べ物、例えば白菜、果物っていうのは全てもう特別として対象されていますので、その地域が官僚専用なんですよ。白菜であっても物をやることがやっていますので、知れることは私はしていますが、でもこれは一般市民とは関係ないんですね。そしてその地域っていうのはもう厳しく管理されているので、誰かが入ることはできないんですよ。その地域が厳しく管理されている。 これが中国の政府の官僚の暮らしですね。で、そして病院も違いますので、患者は普通に入院して、ベッドはあるかないかわかりませんけれども、大体ないんですね。順番待ちになりますが。でも政府の官僚はもういつでも準備されています。そして個室です。これはもう国営企業の偉いさんでも同じですが、えー、これがもう全てが違いますので、 中国では社会主義ですが、その第三回の分配はやはりありますので、社会学にはこの第三回の分配はまずないんですよ。これが中国にしかないという意味ではありますが、つまりお金持ちの階級、つまり地主、資産家などから、もうた財産を上がもう取ります。ある意味もう募金されたり、自分から寄付しろよと言われたりもしますので、 しかし、この第1回、2回、3回ですが、2回目まではまだギリギリできていると思います。政府が税金を上げる。しかし、お金持ちの方は、海外に資産を移動させたりとか、あるいは人脈とか、その方法をしているので、つまり税金対策の方法は、 お金持ちの方には知っています。そうすると税金を上げますよと政府が言っても実際的に上げられたっていうのはあるいはショックを受けるのは一般市民なんですよ。税金の対策を知らない人が損になるっていう意味ですが、お金持ちの方は税金の対策を知っていることで、そのルートを使って税金を少なくする、収めるようにすることができるんです。 つまり最終的に損するのは庶民です。でも、政府が共同富裕と言って、一括で政府が管理して分配するとしたいんですが、これでわかるのは中国の経済が良くないんですよ。普通なら経済が成長する。政府が投資もします。これで税金も上げることは可能です。まだ中国の場合ですが、職、まあ企業とか、 特に飲食店などに行って検査をすればいいんです。検査をするたびにお金を取ることができました。でも今になってこれができなくなったんですっていう意味ですが、なぜならたくさんの企業はもう崩壊とかあるいは経営できなくなっているんですよ。なので企業からの税金取ることはなかなか難しいです。 これが中古が言いましたが、中東収入の人口を増やすこと。例えば日本の社会なんですが、ラグビーボールの形をしてあります。これがですね、両,両端は細長く、上と下は極端に少ないという稼働は尖っていないんですね。つまり極極端なお金持ちの方は少ないんですよ。で、当然ですが、 すごい資産家たちは、例えば、ソ o z ターの社長とか、ユニクロの社長とか、ソフトバンクの孫社長とか、当然はいらっしゃいます。でも、そこまで一般市民との差っていうのは、なかなかないではないかなというふうに思います。例えば、みんな同じスーパーで買い物もしてるではないかと思います。別にお金持ちの方は、そのスーパーにしか行けないとか、という現象はないではないかと思います。そして、 極端に下の貧困世帯も少ないという意味ではありますが、このことがラグビーボールの形をしているというふうに表現されています。つまり、中東主流の人口が多いです。人と人との差が激しくない。 上の人の収入を制限することはしなくてもよい。下の人の収入を増やすことは特にしなくてもよい。社会が安定している。人と人の不満、そして嫉妬が少ない社会、あるいはない社会。アメリカにはこれがないんですよ。ドイツと日本の社会はこれが特徴なんです。以前の動画で言いましたが、やはり製造業で立国の特徴ではありますが、 やはりこれが中教の考えでもありますが、その、この国ですと、やはり上の人のに対して税金を極力取ることはしなくてもよい。そして、下の人間に対して特別な待遇をしなくてもよい。そういうの社会になっているというふうに宗教が思っていますが。ただ、中国っていうのはピラミッドの社会ではあります。えもう、もうこれは角とかすごい尖っていますが。で、政府が言いました。 一時分配、二時分配、三回分配することによって、最終的にラグビーボールの形にする。つまり、低収入の方を中等収入にする。でも、高収入の方も中等収入にするという意味ですが、つまり、極端に言いますが、私とですね、ジャクマ、あるいはジャキチェンの方とプラスして割るに、私は嬉しいですね。でも 多分あの、アリパパの弱魔は起こると思いますね。自分の財産は半減するので、多分、私は嬉しいんですが。でもですね、この第三家の分配はできるでしょうかまた成功するでしょうかこれはありえないですね。中国では赤十字が商売なのに、寄付などはまずありえないんですよ。ただし政府が無理やり寄付しろというのはありえます。 これからやるのは税金を上げるのはやはり厳しいんです。例えば中国では固定した税っていうのはやはりなかなかないんですね。ずっと取ろうとしていますがやはり難しいんですよ。また後日に話をしたいんですが払えない人がいっぱいいます。おかしいですね。不動産持っているのにどうして固定した税払えないのかまだはあの話をし,てしますけれども。 支払いい方法の見直しはされると思います。例えば、オンライン決済でデータを収集していますので、お金持ちの方からお金を取ると思います。社会学には共同富裕という言葉はないんです。そして日本語では、 一億総収入というのは1970年代に日本の方人口が一億人でしたと。でもこれは一億総収入といい、総中流と言いますが、これは政策ではないんですね。表現の仕方でした。当時日本の国民はもう人口が一億人でしたと。みんな自分のことを中流ですよと認識されていることが人口は一億人でした。これが一億総中流と。 いいう,ふうに表現されていました同時にですねカナダアメリカなどの国も中流社会を目指しています。 もちろん日本と同じような社会を目指しています。でもこれがなかなかできないんです。日本はできましたから一億に総中流というふうに言っています。つまり当時の日本はもうできたんです。他の国にはできないことが日本ができたんです。それが一億総中流という単語あるいは言葉、表現の仕方が出てきました。これから総中流になるというのはではないんですね。 社会学的な話ですが、共同富裕になるというのはありえないんです。共同富裕の言葉もないんです。できないからです。共同富裕の結果というのは共同貧困になる。まだお金持ちの人を消す、貧困の方にあげるという意味ではありますが、普通の社会ではこれがやはりありえないんです。 経済学も共同富裕っていうのはできないんです。経済学では、効率と制度の問題を解決する方法はありますが、共同富裕を政策にするのは不可能です。政策の目標っていうのは、平等が前提なんです。平等と公平な政策を作ってみんなで頑張りましょうと。また、貧困の方の問題を 解決すすることなんです貧困の原因を追求する。ただの貧困に援助するのではなくて、その原因を追求する。貧困世代をの問題を解決するようにする。これが政府の政策の目標なんです。政治家の常識でもありますが。しかし、中国には問題がありますが、まずはピラミッドの社会です。貧富の差が激しいです。 でも産業のレベルをそのレベルですがアップしたいですずっと靴下とか帽子とかペットのシーツなどを作っても輸出して儲からなくなってきましたやはり物価は高くなってきましたし人件費も高くなってきましたしそのようなことをやってはいけませんので先進的な科学技術を使ってもっと良いものを作って世界へ作りましょうとでもこれはできないんです 次は外交の状態が悪いです。やはり世界に嫌われていると。習近平は今年初め、経済の内循環を言い出しました。これは私もよく言いましたが、国の玄関を閉めること、閉鎖にすること、我々は自分で経済をやっていきましょうよという意味です。つまり、サービス業を推進するという意味です。当時は屋台、経済もこれなんですよ。サービス業ですね。 これがまさに日本の世界を、社会を目指していこうという動きではありましたが、つまりサービス的な国をやっていきましょうと。このサービス的な国というのは、最も発展されて、そして、えーまあ、豊かな国になって、人から人へサービスを行っていく。そして中では、 経済が回るというのが一番理想的な社会ではあります。これは本当にすごいと思います。ただし、日本の問題というのは人口が減るので、需要が減るので、これが今の問題ではありますが、本来なら日本は本当にもうこれができたんですよ。自分の国の中ではサービス業をするだけで経済が回っていたんです。そして、 14億人ではなくても12億人でサービス業の社会で人から人へサービスをすることで経済が守るでしょうと思っていたと思います。政府ですが。でもしかしこれは無理だと思います。原因というのは貧困の人間が多いからです。貧乏世帯が多すぎるんですよ。中国には。これができないんですよ。日本のラグビーのような社会でしたらできるんですよ。人から人へサービスを やりますと。例えば日本ではすごい流行っているのは温泉旅行ですね。ものすごい高いんですね。でもこれが中国ではなかなかできないんですね。一部の人しかできないんですよ。なのでサービス業はやろうとしてもなかなかできないんですよ。これが原因ですね。つまり中国には。 ピラミッドをラグビーのボールのように変えるのは今は無理ですね。でも可能性はあります。かなりの改革をしないとできないんです。でもこれもありえないです。なぜなら政府が貧乏になるからです。つまり教育に投資する、あるいは支援をする、政府が責任を持つことですが、研究とかに科学技術の研究にも力を入れる。特に 知的所有権を守るこことでででですすが、でもこれもれきないんですね。外国の知的所有権を盗むことしかできないのでこれが盗んで自分が使っているわけですから中国の中ではやはりそういう研究をしても意味ないですし守ってくれませんしなので中国の国内では有能な研究者は出てきません出てくるのはコピーのうまいものしか出てこないんですが これができてからラグビーのボールの形になることができるでしょうと思いますが、これも無理でしょうと。今は無理ですが、中京はやはりややゆとりの世帯を増やすということをやろうとしていますが、実際的にはやっていないんですよ。口先だけなんです。例えば、ややゆとりの世帯の方、勤め先というのは、学習塾、あるいは IT 企業、 あるいはゲームの産業に入っていますが、今はみんな崩壊です。つまり、ややゆとり、世界を、まあ、社会を作ると中級階、中流階級を増やすと、ラグビーボールの社会にするよと言いながら、やっていることは中流階級を消すことをやっています。例えば不動産企業ですが、 中国のややゆとりの世帯というのは、都の資産というのは、大体不動産なんです。今は崩壊すると思います。まさにこれからと思いますね。これは次の動画で話をしたいと思いますが、例えば、例えば、昆明ですが、昆明では今日ニュースではありますが、 やはり不動産が売れなくなって、みんな、えー、不動産を安くして売ろうとします。そうするとですね、政府が禁止としました。不動産を避けて売るのは禁止ですよと。これはまた後日、動画にしたいと思いますが、政府が値段を決めますので、これ以上下,がると下げるとですね、売ってはいけませんよというふうに指示、指導されました。もうこれが本当にもう中国の今の現状ではありますが。 でこれがですね、どうして値段を下げて売るのか、やはり売れないから値段を下げるんですよ。でもこれができないんですよ。これがやろうとしていますが、もう外国では絶対にありえないと思いますね。中国の不動産が崩壊すると、中国のややゆとり、あるいは中流世帯というのは崩壊すると思います。つまり、 中国の中流社会を作るというのは政策ではなくて政治的なスローガンです。ではどうしてこのスローガンをやりやったでしょうか出したでしょうか ?10 年前に習近平のスローガンがありました。ややゆとりの社会を実現すると、今はできましたと。やはり彼らの人気というのは来年の春にはもう終了ではあるでしょう。もう達成できましたとアピールしました。 その次は、やはり新しいスローガンが出されています。つまり、やや、とり社会はもう実現できました。次の発展目標というのは、共同富裕になることですよと、また無茶苦茶にしようとしています。これが自分の次のスローガンであり、習近平の試しです。自分は総書記のままでいたいんです。そして、 中国の富裕層、どうでしょうかあるいは貧乏世帯は本当になくなったでしょうかオリンピックの時に私も動画で話をしましたが、こちらはオリンピックの,歳の14歳の女の子ですが、金メダルリストですで。彼が、まあ彼女ですが、ずっと彼と言ってしまいますが、女性です。彼女はですね、可愛い,いです。 そして、まあ、金メダル、メダル取ってよかったと思います。これで、まあ、お母さんとおじいちゃんが入院することができました。あいいと思いますえ。記者はやはり聞かれましたが、お母さんはどんな病気ですかと聞かれて、彼女は分かりませんと。でも病気の名前は漢字ですので読めませんでしたと。漢字は読めないんです。解いていましたね。 これがこの言葉というのは中国で削除、カットされましたねあの。日本の動画で見ることはできましたので、あれとか思いましたね。で中国の中ではもうカットされています。そして彼女の夢というのは、 もう遊園地に行きたいです。行ったことは行ったことはありません。生まれてから行ったことは遊園地行ったことはありませんと。そして行ってみたいです。動物園に行きたいです。UFO キャッチャー、ぬいぐるみ欲しいです。と言っていますし。とにかくお金欲しいです。お母さんにあのお金を渡して病気の治療をしてほしい。というふうに言っています。そしてこのような報道というのは 別に、まあ、嘘がばれてしまうということになるんですが、中教はいくら嘘をついても、やはりこのようなニュースは出てきますので、ばれてしまいます。では、病院に行けない人がいるのに、彼女の家はこんだけ貧乏なのに、でも、貧乏の世,乏の世帯はもういないと言っていましたね。 っていうのはやはり疑われますが、でも習近平のことですので、まあ、みんな信じません。でもやはり彼は達成しました。みんなややゆとり。っていうのは、あのやはりまあ食べ物はあるっていう意味なんですよ。これがまあ中国の真実なんですがで。そして彼女のように弟さんも妹さんもこれから練習にすると。なので、もう彼女のように、えー、天才ですね。これからも。 まあ増えることを願うというふうにニュースで出ているんですが、みんな積極的に参加してねと、金メダルを取りましょうねと言っていますが、あのー、このようクの話ですが、中国には2つのスタイルがありまして、つまり、赤包所の温州スタイルといいますが、民衆企業、まあ、民営企業といいますが、例えばアリババ、テンセント、みんな南側にあります。 次ですが、国営企業スタイルですが、南京より北に行きます。南京より北ですので、そして北に行けば行くほど国営企業が増えてきます。特に東北地域ですが、もう国営企業しかないと言っても言い過ぎではないんですね。そして、白く気ですが、当時は彼は中器の初期として発言されました。 収入の分配の改革について、共同富裕が我が社会体制の価値です。特に大事な要素ではあります。競争は認める。収入の差も認める。同時に社会の公平を大事にする。中所得、低所得の世帯の生活を見ている。ここまで私はすごいと思いますね。この人はまともですね。と言いました。と思いました。でも次ですね。 彼はまた言いました。平等に分配するためにお金持ちの方から資産を取ること。取ってから平等に分けることが大事です。どうやって平等に分けるのが大事です。特に分けるとき、平等が <laughs> 大事です <laughs>。と言っていましたね。平等に分配する社会が発展すると、中家はこの数年これをやろうとしています。もうまさにですね、もう笑ってしまいましたが、 これが中共の官僚の2世代の特徴なんですが、やはり文化大革命の思想が根っこに生えていますので、戦うとか闘争の思想、やはりありますね。皆様もご存知でしょうか中国の南っていうのはやはり発展されています。そして深圳とか南に行けば行くほど発展するように見えます。やはり民営企業というのは多いんですね。 そして北に行けば行くほど静かです。ある意味静かですね。例えば、深夜まででしょうが、大連はまだいいんですよ。例えば、春便とか、もうより行けば、長寿とか、長い春に行けばですね、少しずつではないんですが、もう急激に冷え込むんですね。あの空気ではないんですが、気候ではないんですが、やはり経済も冷え込みますね。やはり、 国営企業が多いからなんですよ。これが中国の、まあ、事実ではありますがこの動画はここまでにしたいと思います。最後いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。